皆さんこんにちは、盆栽推奨の松江です。今回ご紹介する動画は津山ヒノキの目摘みの動画になります。それでは、ご覧ください。それでは、目摘みのね、必要性について説明します。これ、伸びてきてるね、葉っぱなんですけど、大きいですよね。で、津山ヒノキってこう枝棚がこう締まったような感じにやっぱりなってる木が多いと思うんですけど、こういうふうな葉っぱを残しておきますとどん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 大きくなってきますんで、やっぱりこういうふうな芽を摘んでやることによって中の方の芽が分岐して小さくてこうぎっちり詰まったような感じの枝棚になっていくんですよね。ですから、このボワーンと伸びたような葉っぱをできるだけ中の方の懐芽に摘んでやるっていうふうなことによって、まあ風通しも良くなりますしね、木にとっても、今度枝棚を作っていくっていう上で大切な作業です。それでは積み方の方を説明していきます。まずこの輪郭線で、頭の方の輪郭ありますよね。で、この部分をこのようにこうつまんでいただきます。こういうふうな感じで、だいたいこの輪郭線に沿うような形で指をこう乗せて、親指とでこういうふうにこう挟む。で、挟むとこう出ますよね、輪郭からね。この出た部分をこのような感じでつまんでいただく。こういう感じですね。これを全体的にやっていただくってこと。これをね、津山ヒノキっていうのは、このハサミを使ってね、こういうふうに切っていっていいんですかっていうふうな人もおられましたんで、その、ちょっと説明をしたいと思います。津山ヒノキの葉っぱっていうのは、こう、ジョイント状になってるんですね。ですから、この引っ張ると、スコッと抜けますから、こういうふうに。スコッとね。で、こういう状態で抜けますんで、これはちぎれてるんじゃなくて、こう、スコンとこう抜けるんですよ。こっち側かな。こういうふうにね、ポンと抜けるんです。ですから、あんまりこう組織が傷むっていうことがないんで、引っ張って抜いていただくのが一番いいと思います。あんまり古いところのね、茶色い部分なんかは引っ張っても、そのちぎれていきませんけどね。でも新しい新芽のところでしたら、もうこう、ピンと引っ張っていただければ、スコッと抜けますんで。こうちょっとかなりね、古くなっているところとか大きくなりすぎているところなんかは、白いこう糸みたいなのが残るところありますけど、でそういう中の木質が残る場合がありますけど、そういったところはもう何て言うんでしょう、ちょっとこうハサミでね切ってあげるっていうふうな感じにしていただくといいと思いますね。はい、今ねこういうふうな状況ですよね。だから今からちょっとね、ちょっと作業していきます。これで三つ目が終わりました。ちょっとね、こういったところの下の方に垂れ下がったような葉っぱを取る。で、取ることによってこういう枝棚っていうのがはっきりこう分かれます。で、将来的にはもうちょっとね、こう針金をかけてやって枝をもうちょっと伏せ込んでっていうふうにするとね、もっと枝の輪郭っていうのがはっきり分かるようになると思うんですけど、やっぱり頭の方はちょっと強めに、頭の方だいぶこう伸びてますんでね、頭の方はちょっと強めに積んで、下の方はちょっと輪郭をね意識して、ちょっと下の方がやっぱり長く伸びた方がいいですから、その方が樹形がね取りやすいですんでね、その辺りも意識しながら芽を摘んでください。はい、
今回は、津山ヒノキの滅味という動画でした、ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また、疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。